まあ正直言ってですよ、あなたはアイドルとして売り出されたが人気はそれほどでもなかった。次に清純派のタレントとしてもせいぜいカバーガールかアシスタント止まり。悔しいでしょうねえ、せっかくこの世界に入ってさ。そのあなたがですよ、若手の知名度と清潔なイメージを持っているあなたが今一番乗っている脚本家と監督にサポートされて、22歳女として一番眩しい時の肌を銀幕にさらけ出す。ブラウン管じゃないですよ、モンローもヘフバーンもナスターシャ・キンスキーもみんながスターになった銀幕なんです。わかるでしょう、あなたもスターになれるんです。あの番組出んの？ご就活抜けばスターじゃない。ええ、最後のチャンスと思ってしっかりやれって先生が特別推薦してくれて。ねえ、有名になったらさ、私テレビに出してよ。ほら、懐かしのあの人とかあるじゃない、モーニングショーで。私バレエ踊っちゃうわよ、バレエ。ビデオに撮ってさ、田舎の親戚に配っちゃうわよ。この店もさ、宣伝してよ。スペシャルカニサラダ。どうなの？もちろんですよ、そんなこと。ほんとこんなチャンスはないと思うよ。榎本さんに声かけてもらって、ダメになった女優はいないんだから。ないと思うけどな。おい、270円しかないぞ。280円だろ、コーヒーは。ちょっと確かめろ、お前。10円くらい俺が払いますよ。ありがとう。買い物行ってきます。ああなったらおしまいだぜ、ユージ。トカキ講習終わったと思ったらさ、もう夏休み何日もないじゃない。ああ、何のための夏休みなんだろう。と、来年の夏休み絶対見こうね。うん、もう大学合格しちゃったような言い方して。父ちゃん。中江五一いう作家知っとろうが。うん、うちの新聞に原稿を書いてもらったんじゃけど、載せるとき手違いあっての、詫びに出てきたんじゃ。頭下げるだけで得をつくね。田舎の新聞社じゃようあることじゃけ。もう終わったんそれ？うん、6時の新幹線で帰る。東京駅の食堂で昼冷や麦食うたんじゃけど、こっちの冷や麦はもうないの。あ、冷やし中華はうまいよ。広島のと違うんか？うん、味噌味いうんがあって、それがうまい。いつ頃帰る？学校の報酬はうちの方で欠席届出しといたけど、あと半年じゃけ、ここぐらいピシャッと出とった方がええと思うわ。うん？帰りゃ飛行機を使え。ああ、気が済んだじゃろうかい。バンド作ったらやめろ、 CA 部作ったら解散しろ、劇のサークル作ったら余計なことはするな。挙句の果てに偏差値だけで俺が聞いたこともないような大学の学部を割り当てる。そがんな高校におったってしょうがないじゃない。俺は勉強は嫌いじゃ、でもやりたいもんはあるんじゃ。今のうちに今しかない感覚を磨きたいんじゃ。それには東京が一番じゃもん。ボーイさん、ヘイローサンボーイ。
どうして呼んだかわかる？いえ。ちょうどレモンが切れてたの。ありがとう。座れば？いくつ？18です。8か。ちょうど私がデビューした頃ね。まだ少女だったわ。え？少女って聞こえた？いえ。どうしてあなたを呼んだかわかる？私のファンって本当？ええ。僕もレモン好きです。じゃあ私が今どんな番組に出演してるか知ってる？ファンならそれぐらい知ってるんじゃない？すいません。たまたま顔の知ってるタレントがお店に来たからファンだって言ったんでしょ。一頃はね、ファンレターが1日に50枚ぐらい来たの。今は一通も来ないけどね。さっきの映画の話決めたんですか？保留。スターになれるんでしょ？未成年は断りのスターよ。でも美穂潤とかいるし。ほっとするわ、あなたのような人。それはちょっと。ちょっと何？みだらな考えを持ってます。私に？ええ。それは健康な証拠。ねえ、みだらなことしたい？え？急にはできないと思います。じゃあいつならできるかな？からかってるんですか？どうして？女優さんでしょ。そっちだって芝居の勉強してるんでしょ？え？まあねえ、今度の日曜日お芝居見に行かない？え？剣が一枚余ってんの。いや、僕なんか。私も行くんだけど。二人でですか？そうよ。お芝居見た後みだらなことする？驚きます。驚いて。